メンバーだ。
ゴロが回った。Thank you.
当ててすごい勇気があったみたいなので、速くなっちゃったのかもしれない。
兄弟でみんなもいるんですけど、その恵比寿、実は僕とすごい相性のいいペンギンなんですが、この T シャツ、ちょっと今床に聞いとられてましたね。でかいやつが来たって感じでしたね。はい、その、恵比寿は僕と相性がいいんですが、最近T シャツもですね、恵比寿と同じように僕とだいぶ相性が良くなってきました。兄弟揃って朝僕がペンギンの住んでいるところに行くと、一緒に近くに来てくれるようになりました。で、以上。はい、以上。そろそろ帰ろうか。以上帰るの？はい、以上はですね、この距離まだ体が小さいので、歩くと結構いい運動になります。だいぶね、たくさん歩けたので今日も帰ろうと思います。ありがとうございます。お拍手もらいましたね。さあ、皆さん、ペンギンたちの住んでいるところ皆さんも通ってきたと思いますが、そのペンギンたちがですね、住んでいるところから出入りして自由に歩くベタベタタイムというのがあります。その時はですね、皆さんも今の僕と2畳ぐらい近い距離でペンギンたちに会えますので、ぜひペンギンたちにまた会いに来てください。上の方の方、青の方、ちょっと見にくかったかもしれませんが、お待ちしてます。それでは皆さん、ありがとうございました。皆さん、聞こえましたか？ビールも麺と同じくらい